49週か。何これ、簡単そうだ。PC 作れた。セット時な。めんどくさいね。何人いるの？二人。セット時なはね。マジで何もしないうちに終わりそう。ステラ、ステラエンジニアだな。あ、ちゃんちゃん、どれにする。うー、連打してくる。かわいげず。バイバイ。なんでカリスマがめっちゃあったらもらえるんだっけ？何が？カリスマがめちゃくちゃあったらなんか新しいスキルもらえるんだっけ？ステータスあげるか。ああ、後半でいいんじゃない？あ、ダメじゃん。 AC か、 AC か、 AC だね。 AC と見るか。でもセツ様、でもちょっと泳がせときたいよね。うわー、コメット凍りそう。コメット弁護してもいいと思うんだよな。怪しいんだよな、そこ。しないでしょ。ダメでした。まっすぐな人に今生きてる女性キャラになるっていう話だったみたいな。はい、ブブー。外見年齢的にアウト。88だからね。でもステラは OK なんだ。嘘っぱちなんだ、言ってることは。
やばいな。こいつら嘘くせんだよな。ちなと乙女、ちなと乙女にしよう。ダメじゃん。なんで俺最初からやり玉やがってんだ。ゆり子が新エンジニアか。あ、そうなの。聞けなかったよ。うん。シャミン直感低いのに。そんなことある？乙女死んだぞ。そんなことあったんだ。まあでも新エンジニアだった可能性はあるのか。ステラが嘘でしょ。でもステラが嘘でしょ。確率的に最悪のタックだ。ギャー、逃げ道にするしかないじゃん。やっぱりでも生き延びるにはもう逃げ道にするしかねえ。こいつが相談するとき嘘なんだろうか。痛い。そうなのか。ダメだな。大丈夫？連打しすぎじゃね？喋りすぎじゃね？でもこれなんか、おーだよな。お、今なんか、待って、今ユニコ初めて喋ってなかった？なんだそれ。シャーメンってなんだ。シャーメン生涯をかけて斧が指の本数を数えつつけがあの豚人。初めて見た。ゆり子シャーミンかな。はい、表に入るやつ。ゆりちゃんどっちだよ。ブレてる。いや仲のいい人いないね。いない。ダメか。簡単じゃありませんでしたね。留守番よくわかんねえんだよな。なんか面白くもねえしな、留守番。留守番って面白いのかな。なんで私留守番は絶対人間だって言えるから、あの喋りたい放題で好きで私留守番。マジで。
よい。なんもねえな。作業かな。やった。バイバイ。やったー。ありがとうラキオ。できた。しゃ。即言うな。なわけないよ。最悪。実は何なんだ、苔なのかそれ。苔だと思う。まあプレゼントなんて。死にそう。ダメじゃん、擁護したのに。あんな、クルシカ？どっちだ？どっち？ということはお前ククルシカとシピが、お、すごい。じゃあクノシアだったのかな、茂道。もしピが嘘ついてるとしたら苦しかとシピが繋がってるな。何人の？ 3。 あ、絶対敵だと絶対人間だ、使えんじゃん。ということは、ということは、あ、ステラの報告が違う。人間確定のステラがいるんだよ。あ、じゃあシピ、シピ味方だ。人間確定で俺がステラ釣ったんだけど、ステラ人間って言ったが敵です。絶対に敵だ、目立つから気をつけてね。そうなんだ。あのね、あの説がやったやつはみんな人間でも、もう終わりだけど。俺殺さないでよ。シピを疑おう。え、なんで？なんで？ん？あ、ククルシカ嘘じゃ、違う。シピは当たってるから。シピは味方だろ。シピは当たってるから。じゃあ仲悪いのかよ。そんな顔すんなよ。ま、間違いないんですよ。おっと。まさかの。ドクターよりはエンジニアの方が殺したいよな。あと一人？たくさん乗んないと。茂道って言ったらコメットが怪しいな。コメットし、コメット茂道連打してるな。どっちを信じる？茂道を信じる？コメットを信じる？
じゃあね。生きてるのギリギリだぜ。茂道なんじゃない？しかし。あれ。もう直感の鋭い人はシピしかいないもんな。肝心仲が悪いって可能性もあるしね。うん、シピジョナス。そうね。俺が殺されるかやなんだな。で、当てて終わらすか。しょうがないとして、茂道はコメットに入れて、茂道怪しいな。もう死にたくない。危ない。終わんねえっていうことは、若干低いくせに地な。でも地な、確かに地な勢力いたよな。あー、シピが。S級だな。ダメっぽいな。ジナか S 級だな。ジナやたら攻め込まれるな。まああと1回でも俺が殺される可能性が高いんだよな。これありえるね。シャミお願い。おほう。大丈夫かシャミ。あ、いや大丈夫だな。私に入れるわけねえから。あ、ジナに入れる。ジナに入れるしかねえもんな。ジナじゃない。S 級に入れるしかねえもんな。うん、シャミは。シャーミンステラに入れてるかちげえな。いやだってさ、残り一人でジナが嘘ついてることに気づいたっつってさ、残り一人でしょ、あと3人でしょ。茂道で S 級で、 S 級の言う通りジナが凍ったのにダメだったじゃん。じゃあ S 級じゃん。 S 級でいいな。 100% S 級だよ。楽しむぞ、うぜえ。は？やばい、シャーミンを残したのは最悪だ。こいつですよ。助けてくれー。なんでお前はそういうやつなんだ。なんでそういうやつなんだお前は。助けてくれー。あ、よかった。お前絶対女に、だって人間確定してるからそうなる。最近だった。
お前だって二人きりしかいねえ。二人きりでパーティーするつもりなのか。差し伸びじゃん、ただの。うーん。しまった、しまった。今まで誰守ってくれたんだろう。石さん守られてたんかな。あ、石を守ろうって何回か言われてんじゃん。俺一択だろ、お前。いや、なんで後半シャーミンになったんだよ。危ねえ。全部入り、苦労しよう。気を止めしよう。いつも偏るよね、苦労しよう。なんかロジックが低いやつが多いな。ほとんどロジック高いよ。バグかクッターで明かしてもいいかな。いや出て出て、4人もいいんだから。バグ出ねえなー、これバグ出てんのかな。これバグ出たろ。で出たじゃん。 AC もいる。 AC もいるけどバグも出たじゃん。よかったの。あ、そうだね。え、出たよ。あ、そうだな、出てるな。これだって俺やってないとこだから、どっち取れかだから、まあいいか。しげみちいいんじゃない。広い。とりあえず、はい、とりあえず消された。あ、来た。ドキドキだけをクイズ。消える。上院か直感の高いやつ。血なしピでもいいんだよな。まだ残してもいい気がするけど、どっちも偽物だから。いや、もうなんか早々にバグを見たいっていうのもある。確かに。あ、襲えなかったってちょっと見たい。一発目から行くな。こっちでもロード使えんのかよ。ね、思った。こっちもロード使えんの。え、どこで、どこまでロードできんの。使えんじゃん。これで、これでずるく焼ける。ずるできるじゃん。どうしようかな、じゃあ。あー、このイベントで死んでしまったぜって思った時でもロードできんだ。何回スキューインのアイスキューインとかしゃあんだろう。バグは誰かな。うん、いいね。もうここ先はそっち向いてた。ラッキーをフォローは多かった。
お、ゆりこいけんじゃないこれ。おお、大丈夫か。これ S 級言わないのよ。多い。なんでラキオもチピか。チピとユリコか。ユリコ。ラキオなった。じゃあこいつが新エンジニアか。ユリコ眠らしたいな。でもユリコ眠らしたらちょっと。ドクターでもよかったと思うけど。まあまあまあ。あ？ユリコはどっちなんだ。え、ユリコが AC かバグかどっちかな。レムナ調べてよ。ひえ。もうバレてるなこれ。鉄と込めてバレてるぞ。あれでもレムナを擁護してきた。まあそれでもいいよ俺。大丈夫。大丈夫でしょ。ちな、まあどっちもいいよ。ジナの嘘がバレた可能性もあるな。シャーミンいいじゃない。ちなかな。いいじゃんいいじゃん。今んとこジナとシピどっちがバグなのか分かる。あーでもエーシック可能性もあるからね。次で分かりそうなの。でもその前に襲っちゃってもいいけど。チャーミーン、なんていうの。そうね。二択にするか。どっちか襲ったらどっちか怪しいって言うだろ。ごめんした。あ、あ、終わった。やっちゃった。チピか。チピだった。初めて見たシピバグ。ショッキング。残念でした。ユリコがバグだったら嬉しかったんだけどな。そうなんだよな。判断材料もねえしなこれ。簡単だったのになこれ。簡単なやつだったのに。AC 主義者か。じゃあやってみようかな。お天使いねえのか。じゃあいいや。これバグいんのか。入っちゃったね。なんなのこいつらも。私も悲しみに欲しいよ。
守護天使いないの。守護天使いない。はい、ちょっと名乗り出ろうか、出ない。C でしょ、だって C だったら、うん、C だったらまあ別にこうステルスプレイすれば生き延びることを優先して、 AC が AC で人間側が勝った時も見てみたいんだよね私。やったことないじゃん。ない。でも負けでしょそれ。うん、負け。いや見てみたい、どういう風に言うのか。おっと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 、ここに来て、おっと、しかも何これ、どっちかな、シャーミンかクルシカか。クルシカでも来た来た、おっと何どっちかなのこれ。どっちかはグノーシア、AC が私だから一人、もしかしたらバグが連れてる可能性はあるけど、多分でもドクターのどっちかはグノーシアだな。怪しいのはツラだけど、多分どちらかというとシャーミンの方がグノーシアっぽいけどね、この感じ。かな。うん。それって別に守りたいやつに使ってもいいの？やべえ、誰にしよう。誰になりそうだった今。M なんて上位だもんな。どうしようかな、どれにしようかな。クルシカに適当にやっちゃったけど、ちょっとそこまで疑ってないよ。ことは誰だな、教えてよ、誰だよ、どっち、誰を一体襲ったんだよね。守護天使なしだもんね、いない。うん、じゃあ確実にそれか、確実にバグを。ってことは役職についてるやつだな、これ絶対。それ守ってるだろ、さすがに。どうだろう、
守護天使いないんだよ。だからさ、バグだよ。名乗り出たやつがバグなんじゃない？だって名の、だって役所したらもう一人守るだろこれ。そしたらもう一人よ、怪しくない？まあいいや。この、間違いねえな。コメットとしてはどっちかがグノーシアだ。間違いないな。でどっちかが新ドクター。アホだからコメットじゃん。どうだろうね。ちょっと待って、シピさんもう終わってるけど。ほんまか。スピさんの言うことに終わってるぜ。あれかな、まず。バグは消えてほしい。強すぎ、くくるしか強すぎ。リコとシャーミー怪しい。リコとシャーミンとコメットの可能性はある。シップ怪しいんだよ。なんシピが超絶すごいエンジニアだったらもう終わってるんだよな。そういう意味ではなんか確率的にシピの方が怪しいけど。シャミーすげえアホなやついるってことは、ね、コメットっぽいな。なんかコメット襲ったろ。ロジックなし、なしをだから、うん、でもコメットってなんかどっちかっていうとコメットロジックはねえけど感情で人を殺すんか。あーシャミン正直怪しいよね。参ったな。シャミン、ユリコ、コメットあと踏んでんだけど私。分が悪い。
ステラ的にはもう終わってんだよ。ステラの言うことを信じるんだったら、なんで真逆なことやってんだよ。綺麗に真逆じゃんね。ステラだったらもう二人凍ってんだよ。そうなんだよ、絶対絶命。まあ、少なくても一人はもうグノシャ凍ってしまったということは確定なんだ。うん、コメット信じたくねえな本当は。もう協力関係だからな。シャーミンは？ぶっちゃけシャーミンは怪しいよ。ユーリコチピが本当だったら、シピ新エンジニアだよな。 AC じゃねえし。ってことはシャーミンだな。バグバグがシャーミンなのか。確かにシャーミン怪しいな。な、違うな。シャミンがバグなら、シピは人間だって言うから。あ？じゃあシャミはグノーシャーだってことになるけど。シャーミン潰すかな。だってさ、シピがグノーシアだって言ってるわけ。うん、でシピが新エンジニアだったら、うん、シャーミンはグノーシアになるけど、新エンジニアだったシャーミンはあれだよな、グノーシアなんだよな。だからバグではないんだよな。シピだからシャーミンバグじゃねえのこれ。だから聞いてる、なんつったんや。だから シピが新エンジニアだったら、うん、人間なのは確実じゃん、うん、でもシピが新エンジニアだと思うんだよね。あ、いや、あ、そっか、てか、シピ、新エンジニアじゃん、これだって。だからさ、だからシャーミンは、グノーシアになるんだよね。うん、じゃあ、守ってあげて、シャーミンを。無理くね。この状況で。この状況でって、やるしかないでしょ。あ、いいじゃん。だよね。その二人だよね。この二人が怪しいよね。邪魔やつけど、これでグノシアだったらどうしよう。確実に2人凍ってしまったんだ。あと1人しかいないんだ。
バグいるじゃん、まだやばいね。どっちかなんでしょ、だってどっちかだね。人間だっつったら、まあ、コメットがグノシだった場合死ぬの。2人、そっか、2人確実に凍ったってことはシャーミーは、え、あ、そっか、ドクターのどっちかがグノシアだと思ってたけど、どっちかがバグなの？まあ、間違いなく名乗り出てんのがだと思うけど、名乗り出てんのグノシアなのかな。ん、バグいんの？名乗り出てんのってどっちもグノシアなんじゃない？個人的に襲ったやつを、襲ってダメだったやつをやってほしいんだけどな。もう流されよ。ああ、やっぱりとかバグコメットだったのか。バグ消したかったな。コメットの周りには初めて生き残った、ね、なかなかない死に方したな、うん。ユリコはポカったんだよな、グノシア。シャミに入れるなっていう。あれも。すごい、シャミもグノシアっぽかったし。S9 がグノシアだと思わなかったけど。残念でした。人間が勝つか、グノシアが勝つか見たかったのに。バグが勝っちゃ意味ないな。AC 主義じゃバグなしないかな。バグありなんだよな。あまりにもちょっと厳しくないか。あった。これ簡単そう。あれやろ。リスク低いんだよな。間違えた。何する気なかったの？する気なかった。すればいいじゃん、別に。生き残れないから、多分。とズルされた。ごめんなさい。名乗り出ろってするつもりだった。もう役職。さっきと語りで出たいけどな。でも AC は微妙なんだよな。 AC で語るのよくわかんねえんだよな。 AC で語るの私もよくわかんねえ。なんでってなんだ正直。
威力上げるか。ステルスが35だっけ。土下座、土下座、うん、35か。俺でもカリスマ40のあれが欲しいよ。でもあれ後でいいのかな。あれは後ででいいと思う。土下座早く使いたい私。じゃステルス上げて。ステルス、でも演技力も欲しいよ。まあまあまあ嫌われたジョナスみたい。いい心がけだな。あら攻めるね。どっちかわかんないよ。お前コメットやでよ。使いにやだろ。使いにやつかいのか。じゃあククルシカがグノーシアか。ラキオが本物か。シャーミンなの？なんか意外だな。シャーミンシン。え？違う、シャーミンがグノシア。じゃあククルシカ。グノシア。ククルシカが、うん、あのコメットが言ったから間違いない。コメット留守番だからね。え、もうラキューすげー。どんだけすごいエンジニアなの。もう2人破っちゃったの。4人だ。チナ、ジョナス、ククルシカ、シャーミンか。あ、ジナ、ジョナス、あ、いいんだ。チナ、ジョナス、ククルシカ、シャーミン。もういったな。乙女ククルシカか、シャーミンじゃなくて。え、ククルシカなんでそんなこと言ったんじゃ。ジナ、ジョナス、あ、そっか、ジナだった。乙女ククルシカ、びっくりした。え、どうしよう。
何人だっけ。4人。ジナジョナスを乙女くるしかだと思う。シャーミーは、シャーミーは本物だと思う。私も最初さ、くるしかがあのシャーミー人間だって言うから、あ、そうなんだ、あの、あ、じゃあシャーミーはグノーシアなんだなって思ったけど、なんか本当のこと言ってるだけ、会話、うん、本当のこと言ってるだけで、なんか単純に乙女、なんでラキオン。そうそう、あー、グノシア勢に負けてる。願ったり叶ったりだな。なんですか。あー、これか。ナイト誘ってくんだよな、こいつ。どうしよっかな、私としては。次殺せるのはユリコとステラと。おお、絶対人間だが使えるじゃないか。もう出たんか。ククルシカだとすると、ラキオ、そんでもってドクター、ラキオと乙女か。消せよ。あ、コメット消そうとしたんか、失敗したんか、もしかして可能性あるな。え、誰が人間だ。まずグノシア最低何人のこれ。4人じゃなくて、今残りから察するに、残りから察するに多分4人全員の、おそらく全員いると思う。何人残ってんのこれ。ククルシカが偽物だってのは分かってるから、ラキオは本物なの。うん、でラキオの報告はジナとジョナス、あとククルシカと、おそらくジョナスをかばってるところを見るに乙女が苦悩者だと思う。うん、だから今は多分まだ誰も凍ってないと思う。で絶対に人間だが使えんのが、おそらく槍玉に上がってない人、ユリコとかかな。誰だ、消去法な気がするよね。クルシカはシピとラキオと、そっか、シピとラキオとドクターと、ククルシカはまだ4人出てなくね。なんで、誰なんだ絶対人間。ん、貸してみんな。なんでお前わかんないの。すいません。10人いて、
まあ4人いてもおかしくないのか。ドラッキーを絶対に人間だが使える人。絶対人間だ、絶対人間だ。4人もいんだよな。4人もいて AC がいてて、まあ AC は私だけど。だからラッキーボが死んだとすると 1,2 1,2,3,4 今日は4人出てる。来るしか3人しか出てなくない。1,2,3 乙女だと、乙女だとヤキオと S 級とエンジ、ラキオと S 級とシャーミン。1,2,3 人しか出てない。1,2,3,4 で出てんじゃんし、乙女が死んだった場合。え、出てる？4人出てるじゃんって。S 級、シャーミン、うん、でラキオが偽物でしょ？ってことはプルシカが死んであって、シピ。あ、そっか。だから、1,2,3,4 で4出てるよ、これ。ってことは、今、槍玉に上がってない人たちは絶対人間？それでいいんだよな。ってシャーミンの場合だと、シャーミンの場合だとラキオが死んになって、ラキオが死んだと出てるじゃん4人。あ、そっかそっか、ラキオだと4人で。あ、そっか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 。じゃあ俺のこれで当たりですってことは、いや人狼が下手です。キュリコとステラでいいのかな。あと私。いいんだよね、間違ってないよね。違うじゃん。え、やり玉に上がったでしょ。ユリコ、ユリコ、ユリ玉に上がってなかったよ。AC の場合があるから、あ、待って、ってことはこれあれじゃんな。ラッキオが、ラッキオだと1,2,3 でクルシカだと1,1,2 何、なんかクルシカおかしくね、これ。絶対に敵では使えないよ。ってことは、まあいいや、もう分かんなかったら流していいよ。でも AC がね、レムダンがあれで破綻してるわけじゃないんだから、絶対に敵だわ。まあ AC がいるから使えないとて、そしてあれでも絶対に敵だって AC マンだっけ、あれ。うん、嘘、あのドクターではありえないって。
信が間違うと嫌われるので自信がないのはやめましょう。でも絶対人間だわ、なんか嫌われるわけだわ、白い目で見られ、まあある程度は嫌われるだろうな。挽回したい正直。じゃあ当てたらジョナスシャーン。でも違うんだもん、まだそうだと思ったんだけど、灰の灰色の人が白になったのかなって思ったけど、役職についてるやつか、違うと思うけど、シャーミンが人間であることは確実だってこと、もしかしてシャーミンだとエスキューラ、エスキューラキオ乙女、2番、いやこう、あれシャーミン、確かにエスキューラキオ1、2、1、2、3、4、5、え、あ、いや、でもそうだな。別にこれ、AC なわけだから、乙女がおかしいんか。乙女だと、シャーミン、S級、ラキオ。乙女だと、シャーミンかな。だって乙女だと、シャーミン、S級、ラキオ。でもラッキーオフついててスピだろ、1、2、3、4、5、5なわけないだろどういう推理したらそうなっちゃうの人間であることは確実なんでしょう。シャーミンだと思うんだけどね。クルシカがシピとラキオと、乙女ってことになるよな。クルシカの報告だと。乙女と、あ、でも、違う、乙女っていうかドクターか。シピと、ドクターと、ラキオと、ククルしか3人しか出てないと思うんだけど、でその中ででもシャーミーは違うわけじゃん、クルしかの報告だと。おかしくね、これ1、2、3、4、シャーミンが人間であることは確実だかな。間違えたらロードするか。なんだよそれ、つまんねえ。だってこのままつけろお前、それが一番面白くないわ。だ、私シャーミンだと思うんだけど。じゃあやってそれで。でもなんかこれでさすがに間違えたらで、そのゲームなんだよっていうか、シャーミンだと思う。でもじゃあやってそのまま続けろよ、それで勝たせて。そうだよね、だってククルシカの報告だと他にいる、シャーミンは違う、他にいるって言ってて、ラキオはもう4人出てるわけでしょ。あ、そっか、だからシャーミンでいいのか。うん、いいんだ、やっぱシャーミンじゃん、間違えた。いいんだよね、早く押せ。よし、よかった。うん、やっぱ合ってたな。
俺は厳しいな、弁護できねえな。すまぬ、私が友倒れしてしまう。シピいけたか、いけなかったかな。なんでだよ。死んじゃったよ結局。しかし人間確定したから。人間確定すると嫌われんのか。なんでアミスティックで操作しんのこれ。え、ずっとスティックでやってるけど私今まで。悔しいな。カーソル遅いだろスティックの方が。そんなことないよ。いやそんなことあるよ。1個ずつ動かすにスティックあったら遅い。別にこのゲームそんなに速さ求められてないからいいじゃん。これアミは本当に俺の倍ぐらいかかってる。だって君が取ったとどん、君がなんか人間だ、わかんない、君だって人間わかってなかったじゃん、さっきのやつ。でもシャーミンに当たったんだよ。だって一人おかしいから、その対抗エンジニアがってことだじゃん。乙女がおかしいからですよ。いや君全然言ってなかったよ、シャーミンが人間だなんて。シャーミンが人間確定するじゃんなんて言ってなかったよ。そうは言ってないけどさ、乙女だと破綻してるよ。破綻してたんじゃない。いや違うって、絶対的だがないから。絶対的ではないんだけど。破綻してないよ。違くて、ラキューがもう4人出てて、でククルシカがまだ4人出てないけど、あのシャミンは人間だっつったから、シャミンは人間なんだよ少なくとも。やりながらできない。それできないよ。メットとレムナ3人でしょ。ちょっとだけは分かんないけど、連打されんな。集中しとこ。私のコメットレムナンっぽいけど。何をそんな考えてんの。いやだバグ誰かなと思って。わかんねえだろ、さっさに調べちゃうよじゃん。ヒントがねえとこで考えすぎなんだよ。
なんだと消されてしまった。しに行くかな。意外だな、直感低いのに。そったんが失敗したの。どっちだろうね。誰にしよっかな。え、コメット違うよな。コメット襲うわけないもんな。はい、このエンジニア。違うな、どうでもいいやつか。わかんねえか。ユリコにしとくか。チャチャン。どうしたの？コメントしかないんだけど。そこに愚弄者見つけるのも考え物だな。大げさに言う、欲しいな。欲しい。何を考えないの？コメントいいだろ。いや、あのユリコをかばってもいいなと思って。ユリコかばう。寒くなってきた。
こらでレムナン黙らせられないものだろうか。茂道になりそうな気がするけど、エリコと仲がいい、珍しい。なんて言われるのかな、ひどい。バグだれかな。誰だかわかんねえ。バグククルシカだね。ククルシカ、じゃあやってみるか。クルシアだった。すげえ俺、すげえ。俺やっぱわかるな。明らかだったろ今。個人的には人間を当てたかったんだけど、味方を増やしたいじゃん。まあそれでもこっち来るときあるからな。別になんかそれはいらない気がするけど。そうかな、グノーシャの方が欲しいよ。ただグノーシャをなんとかで、ラッククルシカは邪魔だからちょっときついから。どうしよう、他のやつは。他のグノーシャをレムナンと、もうククルシカしかいないんですよ。じゃあレムナン、レムナンドクターだけどな。いいと思う。対抗するやつもいるし。なんだよ乙女。ギリギリだな、どうしよう。されるかも。クルシカだもんな。乙女なんか変。やっぱり。あった。私がエンジニア確定したから、じゃあネムなんか絶対に敵だよね。もう勝ちじゃない、勝ちだね、絶対に敵だでしょ。私殺されるよな。ククルシカを投票してください。他のやつを。バリに投票する。
僕苦しかった。あれか、他のやつにやったと。あ、お、ま、珍しい、的確ククルシカこんな風に言うんだ、初めて見た。あぶねー、あぶねー、サンキュー雑談。今回うまくいった。かわいい。今回すべて見えてたからすごい楽だったな。せつが守護天使だったんだ、超嬉しい。石を守る、サンキュー説。左右でいけるよそれ。いや、ここだけは左右でいけるよって。いや、そんな風にしなくても左右で。わかるけど、せっちゃん最初信じてくれてなかった。めっちゃコメット守ってんじゃん。これか、そっか、だから説は捨てら大丈夫だっつってたんだ。すごいもらった。そんな難しくなった。殺される可能性あるんだよな、一応スレムな。シピチョナスレムな、これが出すか。これそんなに演技力は低い人じゃないけど、いや出てくれ。おお、豚に真珠ってじゃあ絶対人間が使えんじゃん。おお、全然ないよ。あった、じゃあラキオとシゲミチには絶対人間でいい。最悪、俺でやおった。お、はあ、なんで出ねえんだよ。俺が出りゃよかった。さすがに2人で出るかなと思って。あー、なんてスタート。演技力じゃないんだ。マジか。しげみち消したかったのに。守護天使いいんだろ、バグいんの。やったー、助かった。せっちゃんもうつい、次絶対つなろう。いやー、守護天使やらないとやばいぞ。
おお、来た。お。だったらもうやめときゃよかった。苦しか。苦しかは攻めんの予想。乙女いいんじゃない？乙女かな。石にも光入ってたね。レシピどこで嘘つきだってバレたんだ。やべえな、これ一さんバレてんじゃん。三人入ってるよ。これは厳しいな。いや、クソゲーすぎる。最初に。つか俺が名乗り出るか。最初からやってもいいですよ。いや、つまんねえそれは。邪魔なやつをや、まあ、まず茂道だよな。シャミンとユリコにバレてるよ絶対。入りそうなやつがいねえ、今度。入りそうなやつがいねえな。くくるしかかな。入んなさそう。くくるしかの用語多かったんだよな。だよな。だよな。どっちだった？あれ、終わった。誰がバグだったの？早すぎても分かんなかったよ。見てもしょうがない。あんな試合かさっきの試合見たところでどうでもいいよ。くくるしかが役割明かすか。どっちしよっかな。演技力低いくせに。ドクター、いやアホアホさんになったから しょうがない。
どちら。庶民って何？あー、これか。これか。冷たい庶民。S 級かな。そっか、自分ドクターだった。ジーナーは、ジーナーは人間でもいいとは思うけど。人間でもいいこれ。最初はいいんだよ別に。嫌われてるやついねえじゃん。お、いいね。最後かな。なんか今日割れそうだなこれ。気になりそうだな。コメットでもいけたな。魔球だったらコメットの方が消したかったね。ユリコ、なんつった？早くて読めなかったよ。いや、ユリコだって言う。あ、ユリコは危ないの。まあでもこれユリコやったらユリコやると多分ククルシカから嬉しいって言われる。いや、やる必要がね。もうバレてんな、あいつ。来るしかやっぱあいつを消すべきやったよ。ステラかなこれ。弁護もいいんだよな、やめるか。弁護は、茂道以外はグノシャ、グノーシャだけどね。コメットとかいけないかな。来ねえ別に。来ねえ。つか発言力がねえ。レムナ。レムナ出るか。だよ。
フロシアでいいんじゃないか。おお、絶対敵だが使えちゃう。使えちゃうのか。参ったな。せっちゃん破綻してんじゃね。もしかして。せつだと1、2、3、4。もう4人いんのか。今何人いんの。9だから4人いてもおかしくはない。いやでもドクター報告ではステラは確実にグノーシアだから。これ敵だ、これ敵だわ。トネと俺は違うから説だな。敵でも敵指摘しない方がいいんじゃない。指摘しない方がいい当然。人間だもん、一応指摘しなくてもいいような気もするけど。シャーミン、シゲミチ、え、誰が人間なの。そのあとククルシカは絶対人、いやククルシカはシャーミンやってるから、どっちかおかしくて。別にどっちも報告、どっちもやんなくていいんじゃね。そりゃそうだ。多分せっちゃん、多分せっちゃんが絶対に敵だが使えるってことはせっちゃんが破綻してんだろ。シャーミン、しげみちと、シャーミン、しげみち、ドクター、ステラ、4人出てるから。あ、そっか、ステラが、そっか、ステラがあれだからだ。人間になってるかおかしいから。あー、そっか。あ、てかこれ流れで来るしかも。これは厳しいな。4人出ちゃったな。ステラ人間だって言うべきだったのか。そっか、ステラ誰だった。シャーミン、どこかお前。できた。ああ。じゃあ私も絶対敵じゃん。破綻したな。これ負け確すぎるだろ。今まで絶対に敵とされないな。ボロ負けでしたね。はい、本当のこと言ってもやっぱステラ、あそこでステラをグノーシアだって言ったの間違いだったな。人間だって言うべきだった。
いやそんなこと言ってもあいつがやっちゃったから別に俺に落ち度があるかっつったらなんか俺がエンジニアした方が良かったなって思っちゃったんだけど。いやなんかちゃんとさ報告見て照らし合わせないといけないんだなと思って。いやそれはいいんだけど、でもさっき照らし合わせなかったじゃん。でもあの画面でさ照らし合わせることってできないよね。あの誰を今晩誰をそあん違う今晩誰を偽装しますかみたいな。でも今のは途中で説が言っちゃったから最初に言ってたよ。でもこれ守ってくるやついねえかな。生き残らせんの無理だ今回は。それは無理でしょ。うん、無理でしょ。別にこれやることはない。泣きようになった。泣きようになったから楽に出やがったじゃん。二つある。演技力上げてもいいと思うけど。チナ、なんだチナって。これか。これで乙女するとシャーミンから突っ込まれるって言われてた。わー、本当に怒られた。言われた。そしてなんか見たこと地味に見たことない。あ、いやあれはあれか。これどうしよっかな。俺名乗り出た。まだいねえか。そっちで名乗り出よう。相手。よし SQ だ。よっしゃあ。こうやって弁護士でもできる。さすが悲しい。怖ぁ。よし。ファミになった。あ、これか。なんでこんなにシャーミンに集まったんだ。嘘つくような場面もなかったのに。まあいいかな。
HP 入んねえかな、これ。入った、やっぱ。何ですか？なんだ？あ、これか。余談なのかよ。結局何されたんだか分かんなかった。何だったんだろう。認知の歪みを作ったんじゃない。ああ。コメット邪魔なんだよなこれ。コメットは邪魔だね。え、マジで？やったー。今言うの？なんてなってんの今。なんてなってんのそれ。なんかとりあえず怪しすぎない、ね、とりあえず無難なやつ。いいんじゃない？なんで？いいよいいよ。なんでカバウ。バイバイユリコで、そうだな、やりたい方ができるからつったら仲いいから。シナも仲いい感じだったけどな。シリゲミちゃんな。大丈夫？もう攻めなきゃやってらんねえってか、そんな安牌なんて取ってらんないぞ俺。みんなからでも S 級ってあれだよね、君人間だって言ってんでしょ。え、敵だっ、さっき俺票入れてないですね。ん、あ、ありがとう。そろそろでもこれ票をもらわなきゃダメなの。誰からもらおう。かばうか。人間だと言え全く意味でしょ。
ステラかどうか。いいね、お互いに喧嘩してくる。誰に入るか分かんねえこれ。誰でもいいんだけど。いや、しげみちゃんは嫌いだな。で、ここで俺が、そうだな、ここ重要だな。難しい。ステラが、じゃあ S 級、ちょっと S 級見るか。なんて言ってくれるの。うん、そう。じゃあ説。大丈夫。そっか、 S 級あれだったんだ、忘れた。じゃあ G。だから言ったじゃん、 S 級人間だっつったんやけど。あーはー、守護天使誰だよ。違う、守護天使じゃなかった。バグだった。バグだった、あいつ。そうだ、守護天使じゃねえよ。せつ、バグか。でも、いや、俺弁護士もいいと思うよ。でも、エンジニアとして、せつは人間だって言っちゃったから。なんで俺そんな報告になってるんだよ。困っちゃったね。ジナ。ジナ、それそうだろう。あら、やべえ。それはまずい。すっげえ切られた。ジナを襲ったら君が破綻するからね。ステラしかないんだよな。いや、でも襲ってバグだろ。いや、いいや、説で。ああ、ステラが人間ってことになる。やっぱりしょうがねえ。でもこれ、やはり冷凍されることになった。バグ痛も痛いな。一人減らして、で、あと行けるとこはまあ行けたんだけど、 AC だった時にダメだった。これはバグだった時点で積んでたんだな、あれは。クーラー消していい？いや、消せばいいよ。ラッキー落としピー。たまにはユリコとなってみたい。いや、エンジニアになろう。おお、ラッキー大型なのみ出るのが、シピなのみ出ろよ、それは。かな。邪魔。
どうでもいいやつ。マージ。じゃあこれはユリコに入れてシピでしょ。ん？え、誰だ？絶対人間だ。3人いるんでしょ。だって AC なしだから役職1人とシピだってだとしたら、あ、そうか、ごめん、ユリコだこれ。あ、いやでも、お前そうだよ、お前ラキオがラキオのせいじゃねえかなこれ。バカ野郎。なんでラキオがそんなことしたらダメじゃん。3人しかいねえのにこれ。お前 AC もバグもなしで。で。レムナントとレムナントどっちかでどっちかで、でジョナスが入っちゃったから重道ももう3人出てんもんね。うん、ほっといこう。お乙女いける？乙女いけるじゃんこれ。ちょ、ユリコに便乗しよう。ポイント稼ごう。あはは。頼む。おお、誰に入れようかなこれ。乙女かな。ゲーやっぱりすげーな。あれは初めて見た。ユリコ消せねえし。ああ、なんで人間確定したから。俺嘘つきじゃん。嘘つきではないでしょ。ええ、どういうこと。いや俺報告したんだユリコ。ユリコを報告してその後消し愚弄者で消したら別に嘘つきではなくない。嘘つき、ああいや嘘つきではないけど、どこ消そう。SQ なんか悪いんだよな。ぶっちゃけラキオの可愛げで言うとかなり怪しい。 SQ 消すかこれ。消すか。
君が言った。ちょっと待って、これラキオをかばうことできねえぞ、ちょっとこれ。君が言った。茂道を敵にするとか。どうでもいいやつ残せそうなやついるかな。君が人間だって言った人は人間確定するよ。そうなんだよな。どうしよっかなこれ。だからラキを消すか。え、ラキオの報告次第になっちゃうんだよなこれ。口裏合わせてくれ。 SQ 人間だったらでもいいか。何ですか？でも全員でしょそれってこと。破綻してんだよなこれ。いやこれでもドクター、俺がやってもこれドクターがそれしちゃうと俺負けるんだよな、どっちにせよ。そっか、ラッキーをむしろ俺が消えてほしいんだけどこれ。これ勝つには。いや邪魔だったマジで。ラッキーのせいで破綻したもん俺。あ、私が消えないといけない。いや本当に俺はラッキーが邪魔ですこれは。入れるの説。何説？え？なんでダメなの？確かに。あーそっか、これさずっとびっくりした今。これ相方の偽エンジニアとか偽役職がバカだと俺も破綻すんのかこれ。なんだよこれ。口が合わせらんないのきついね。人間つったユリコとか、だってこの時点で俺ダメなんだもん。お前がそういうことをすると俺がダメになるの。3人しかいない。ごめん、どういうこと？でドクターがだから逆のことを言うと。ドクターが逆のこと言ってるね。だ人間だったら人間って言わないと。3人しかいないんだから。ジョナスがグノーシアだって言ったのはちょっと悪趣だよな。じゃ全然ダメだよ。だって1人もう3人しかいないのに1人出しちゃったらもう終わりだからね、このやつ。俺がだって積んでるもん、どっちにせよ。俺が人間だって言ったらそいつは絶対人間になって、でグノーシアだって言ったら破綻すんだから、どっちにせよ積んでるんだよ俺。綱変わり、もうそうやっていくしかないよねこれ。こうやっていくしかないよ俺に残された道は。いや他に言うことがねえんだよ。ラキオのせいで負けたんだけどこれ。そうね、ラキオを潰そう。いけるか。ラキオってバカなんじゃない？あんなにロジック高いの。ロジックだけで言えば一番高いんじゃない？ラキオって。いやこのゲームのロジックの計算が多分アホなのかもしれない。うわーマジかー。ラキオのドクター下手すぎるなー。スピン出てもらうと困るし、ラキオが味方に、グノーシャで味方にいるときはちょっとやめた方がいいなあれ。俺まで辛いから。ラキオだけじゃないと思う。いやラッキーをなんか毎回別のことやってくるんだけど、あいつ。あーどうすっかなーこれ。どうしよっかねー。しげみちゃん無理だし、絶対無理になっちゃった。シャーミンだな。
で、シャーミンが人間でしたっていうしかない。俺こうやっていくしかないんだって。他にやることがないんだ。でもこれもう積んでるから、あ、いいね、いいね、それいいね。助けてくれ、俺さっさと。ありがとう、いいね、ありがとう。よ、わけわからん、ゆり子、ゆり子もバカなんじゃないか。やったー、もう積みました。俺は誰でもいい、もう。つらそうだろお前。え、今人間確定してんの誰？ステラ、ステラ、ステラだ。でも協力者だよ。いやもうだってもうこれは積んでるんだもの。まあ確かに完全に積んでるんだもの。ですよね、そりゃそうだよ。そっかー、考えなかったなー。ラッキーを邪魔すぎたなあいつ。お前、まあ、なんで破綻したの？うん、だからラッキーが別の報告してって、俺がまあ茂道を見つけた時点で相当怪しい、他のやつが大丈夫になっちゃうんだよね。ラッキーでしょ。ここまで行けたのはあれなのかな。せめて今じゃ4人いないと無理だな俺。今なんで破綻したのか分かんないんだけど、意識的には。じゃあジョナス、シピ、レムナン。違う、意思的に。意思的に。もう茂道が見つけちゃったの。いや、っていうか君あれじゃね、あーでも変ではないか。うん、変ではない。え、でも破綻したんだよね今。破綻したんだよ絶対的。あ、違う、絶対人間。あ、もう絶対人間しかいなかったのか。なかった、うん、だからもう終わりなんだ。だから積んだのか。別に連打してもよかったんだから。早く終わらした方がよかった。あと1回だな。3の これ、ちょっと待って、これバグいるけど、まあおろずよね。いや、なに今回グノーシア、グノーシア、バグ一人いてだから、ちょっと出てくれ、出てくれ。出るわけないもんね。守護天使いねえのか。出るわけねえな。叶う願いなんだ。あ、いいね、それ乗りたい。35になるまで頑張ってる。あ、いいんじゃない。
8なの好感度上げた。役割明かしたいな、どっかで。ただなんかランダムなんだよな、なんか知らんけど。適当に、それまでは適当になります。あ、出た。これどうしよっかな。今言うか言わないか。言わないでも。ちょっと耐えそうだな。明かすか。来るしか人間って言ってる。かわいそうだろ。かわいそうだろ。あら、危なーい。正解だった。茂道だ。バグいんな。いる。で、守護天使がいないんでしょ。いない。狙い放題だから。逆にさ、バグっぽいものを抑えればいいんじゃね。説。ちょっと待って、俺に嫌なやつ。ちなに入れてんの。コメント。乙女かな。乙女は人間と言ってもいいし、ちなは人間と言ってもいい。いや、あ、いや、まあでも別に結構この襲ったやつを人間っていうのは安牌なんだよな。安牌だね。怪しいけど。乙女いけるかな。え、いけなくね。いけないこれ多分。いや、あ、だってお乙女だと思わなかったな。どうしよう。ちな、あ、襲ってみて教えてほしかったよね。いや、乙女絶対無理じゃんこれ。でも凍らせないと負けるよ。無理やりいけねえかこれで。いけねえっぽいな。どうだろう。でも3人これ乙女に入れたらおかしいんだけどな。でも確かに乙女に入れたらおかしいよな。おかしいんだけどな。ほだかなんすか、クルシカさん。いいよ。なかなか型にも難しいですね。コメント的には全員出てるから、ちなく苦しか意思でしょ。前々から入れるやつなんて難しいな。コメントでもいいと思うけど、自然さで言えば。でも厳しいなこれは。
正直厳しい。こうやって消さないとダメだしな、こいつは。え、いや、ステラが人間ってのは知ってるだろ。そうなるよね。ダメか。おー、決まんねえ。どうしよう。これだけなんだ。どっちせよ積んでるな、これ。シピをやったとて、コメットに疑われて、乙女だけ。コメットに。で、どっちにせよ。でも、どの道、バグは消せないね。パソコンは消せない。あ、でもコメットがバグを消してくれるかも。そしたら勝てるかもしれない。どうなってんの今君。下手すると破綻するけど。1。いや、破綻はしてないよ。いや、シピが人間って言って。それ、ドクターいないし。まあ、いっか、人間で。来た。やったー。やったー。ありがとう、コメット。危なかった。危ねえ、勝てた。私負けると思ってた。そっか、でもまあ、アククルシカの嘘に気づいた。まあ、コメント的にはそうだよな。うん、私でも途中で君が悩んでる時に、あれ、これもしかして乙女消しコメットが乙女消してくれたら勝てんじゃねって思った。これ勝った時もさ、勝って仲間がいなかった時も、ミシがグノシアだったのみたいな感じのやつ欲しいよね、本当は。うん、そうだよね、もう勝ってたんだよ、実際。コメント的にはびっくりだよ。コメント的にはびっくりだね。だってもう、調べるやついないもんな。うん。調べるやついないから。勝ってたんだな、あれで。気づかなかった。もう試合できるかな。もう試合やんの？グノーシャー多くね？なんでそんなグノーシャが。せっちゃん頑張んないで。
ックは何なの？クノシャなの？あとエンジニアか。うわー、苦しかった。ユリコかよ、敵キッズ。自然だね。そんなに？何これ？なんで？まあでも敵は見えてんじゃん。なんで S 級に入れたのか全然わかんないけど。ごめん、終始しちゃった。どうしよっかな。どうしよっかな。ユリコ、乙女、ククルシカ。人間ってやった方がいいような気がする。バグいんのところで。バグいんない AC だから。乙女だってもう誰だか分かってんじゃん。ククルシカと乙女とユリコでしょ。でもなんかさ、今までの経験上グノーシアをやりすぎるとなぜか疑われる。AC か。AC だった。うん。どうでもいい。じゃあ乙女じゃなかったら誰なんだ？もう一人いるんだ。乙女絶対無理じゃん。絶対ではないと思うけど。今はいいだろ。それはよい。お、いいじゃん。こいつです。S 級なのかな。S 級っぽいな。じゃあダメか。受けた。シャーミンだったの？シャーミンか。シャーミンだったのか。いや、最初に施設行ってる時点で。ちょっと運ゲーに負けたかでも。
私もやりたい。髪長いもんだって。もう寝る私。髪長いんだもん。ワンプレ俺の倍かかってんだもん。すげえ厳しい条件なの。嘘。あ、あれない。ジョナス多いな。ジョナスになりそうだな。え、いいの？明かしていいのこれ？なんで明かしたの？なんで？逆になんで明かさないの？いや、この場合だとそんな早々に、あ、相手が明かしてくんだったら自分は明かさなきゃいけないけど、守護天使ないんだったらこれ明かす必要なくない？だってコメットはグノーシアだったって、まさかコメットが 言ってくるとは思わなかったけど。いや、まあなんとなくそれはもう検知するために使うもんじゃないの、エンジニア。その場合は守護天使がいない場合って。まあいいや。だってこれ最初からずっとリスク背負い続けのってなっちゃうから。最初から2日目だから、うん、だからコメット生かさないといけないんだよってことは。これそうなんだよな。うん、だから意味ないっしょ。だってコメットだっつったってコメット行かさなきゃいけないんだから、わけわかんないもんだって目的は。いや、だからコメットが行ってくるからそうなったんだろ。あ、さっき言い出した。言い出したよ、コメットが言い出したんだよ後から。あ、後から。ああ、後から言い出したからか。だからそうなっちゃったんだよ。だからしょうがないの、こうなったの。あ、留守番いたの。留守番いたんだ。あ、守ってくんないからな、守護天使も。この辺かな。シツ、シャーミン、シチュラか。やっぱり。トメか AC かバグでしょこれ。うん、まあでもコメットが3人出ただけでよかったな。コメットいなくても。AC だといいけどね。でもまあ後ででいいや。節じゃない、うん、でもククルシカも敷いてんだよな。ククルシカそんな不審だった。いや、協力関係結ぶんだったらそれでもいいなと思ったわけ。節、嘘ついてんでしょ。グノーシアかバグかぐらいは分かんじゃない。いや、間違いなくグノーシアだよ。AC じゃないのこれ。 AC だったら適当なこと言っても別に嘘にはならない。あ、レムナン、レムナン人間だからってことでしょ。うん。
間違いなくグノーシアだよ説は。間違いないことはないんじゃない。 AC もバグもどっちにせよ分かんないんだから。だったら適当言っても嘘にはならないじゃん。適当に言ったらネムナンを疑ってるってことが嘘なんだから知ってるんだよ人間だってことを。ああそれでいいのか。うん、疑ってること自体がダメなの。そう、疑ってること自体がもう嘘なの。遊び方説明見てもいいけど、どうしようかな。ネムナにしとこう。あんまりやりたくなかったけど、うまくいかないな。もうちょっと味方が欲しいな。バグだった。ああ、バグだった。これじゃあ私ってじゃあ乙女は絶対敵だよね。死にたくないな。コメット説もう一人誰だろうな。乙女じゃないよ。あでも AC、 AC だよ乙女は。乙女が AC だからいいんだよな。バグもいねえし、いいんだよねこれ絶対的だ。でもなちょっと使いたくないな。絶対敵だなんだ。絶対敵だでしょ。私がだってククルシカを調べたってククルシカが消えてるんだから、2人消えてるんだから。で乙女は別にこれ確定だもんな。2人消えるのが、2人消えるのはバグに調べられたからで確定だから。それで絶対人間だって言われるのか。だから私絶対人間だってユリコアかステラあたりが言ってくれたらいいんだけど、しようかな。来た。もうじゃあ絶対敵でもいいでね、これ。いいかな。うん。意味がわかんな、ね、い。襲われない、あと雑談するしかないじゃん。あと雑談。初めて見た、なんか地味に。今宵の晩餐となるのはこの中の誰なのでしょうね。やっぱ全員分あるんだな。しょうがない。頼む。あ、こっちには分かってんじゃん。頼む。お祈り。で、て。気づいてる。じゃあ、せつに会いに行った方が良かったんじゃん、これ。でも感情で消す。だってもう、どの道、お祈りだよ。せつ。終わったー、勝ったー。勝ってなく、え、勝ってなくね。どうしたの。勝ってはない。え、勝ってないよ。何人これ。3人。3人でしょ。1人がコメット、1人が S、 1人がセツ、もう1人いねえんだよ。ネムナンは確実に人間で、乙女は AC、 ジョナスがグレー、わかんない。ジョナス、ジョナスがグノシアだったら超嬉しいけど。え、なんで今チナ襲われたの。ん、チナ気づいてたんでしょ、説に入れてるから。
絶対的だで。まあこれお自分がやんない方がいいんか。なんかポイントが溜まりそうだから。そうなんだよ。行ってこないのかな。ブダチの話は。でもなんか説以外っぽくないんだよな。いいか。いいんじゃないでしょう。でこれでどうなるかわかんないのか。チャンスやってくれ。ここ離れてくれ。ダメでした。ですよね。あと誰だ？シピっぽい気もするけど。ステラは白だな。S級であってもいいのか？なんか友達だから殺さないよとかない。ユニコも白っぽい気がする。うん、シピか S 級。いや、シピだな。シピ、じゃあシピ調べて。シピ調べて襲われなかったら勝ち。お願いします。シピ調べて。あー、やっぱり残念でした。いいよね。まあ俺がシピだったらそうするわ。私もシピだったらそうするわ。守護天使ないしな。見るものもねえか。うん、ない。バグも分かってたし、クリシカがバグだったのは運だったけど。